はい、姫路城です。今大手門のですね前のところから入って、まあ上地のですね本丸の中心地をこれから移すんですけど、まあ、その前にですね周りにもですねもうすでにここももちろん上地なんですけど、こういった門の跡がありますんで、まあ街中散策という意味でもですねちょっと一度見てみたいと思います。今中野門というところがありますけども、ここからですね、まあ、いわゆる外周ぐるっとですね堀と川と、囲まれていると、まあ、これだけ広大な城ですから、まあ、かなりですねこういった細かい遺構を見ていくとなると、もう今日は一日がかりで来てます。昔はね中も全部撮るとなると2日3日がかりでしたけども、まあ、最近はその地域というか、場所の位置も分かってますんで、容量区もありますんで、まあ、それでもですね1日2日かけたい場所お城の一つになりますよね。まあ、今まで一番多くかかってたのが、まあ、百名城ですけども、まあ、やっぱり熊本城、あとこの姫路城、まあ、江戸城はもちろんですけど、その3つがですね、まあ、その撮影時間というか日数的にはですね一番時間がかかっていたというものになりますよね。でちょっと見てみましょうかね。まず中野門ですね、ここは右側ちょっと修復してますけど、早速ここにですね、まあ、当時のものではないかと思われるような、ものがですね標柱があるんで必ず見たら、ちょっと今逆光で映さないですけど、まあここにですね、門が映っていたと、乗っていたということになりますよね。今あっちを見ると正面、ここは大手門ですよね。でここは中の門と間の門、つまり、入り口の門ですよね。そういうところがあってですね、ここはちょっと見どころがありますと。一般の方はね石垣見て何なのっていう感じだと思うんですけど、ここもちょっとね夜ライトアップして、今日姫路に泊まるんで、まあ、夜の撮影もできればしたいなと思ってますね。やっぱり直した部分ももちろんありますけども、他のお城の石垣もそうなんですけどもね、やっぱりこう美を意識してるっていう石垣と、まあ、本当戦争のためだけにっていう石垣とね、よく見分けることあるんですけど、まあ入り口の門っていうのはねやっぱり死活問題ですから、やっぱり出入り口を押さえてないとね、 橋もそうですけど、そういう意味で重要な石垣と、まあ、要するに家で行ったら土台ですよね、こういうところはやっぱりしっかりしてないとですね、やっぱり上の土塁とか他の装備防備もですね生かされないということになりますね。ちょっと解説がありますんで、こんな感じですよね。中野門だけでもうちょっとした城郭ですよ。今立っていたというか入り口がですね、まあ、要するに堀があったようですよね。でその堀の外に、今道路があると、で堀が埋められてしまってて、その中がですねこの門の入り口になっていると、感じですね。中黒は正面御門の中央にあるので、この名があると、この御門ですね、大きな、本当に普通のお城で言ったらもうこれ全部復元したらものすごいお城ですよ。今見えてる復元されてる再建されたものだけでも相当ありますけども、もう当時はやはりまさに、池田西国最初は百万石の城という遺構をやっぱり天下に見せしめるためにですね、その大きさも巨大ですし、その櫓数、建物の数、門やこの石垣、すごい数だったようですよね。大番所が設けられているですから、まあ、いわゆるその通用門、大番所ってこれですね、出入りする人を監視する、まあ、受付所みたいなところですよね。要するに限られたところしかお城の内部に入れないと、で入ったところでまだその中に門がいくつもあるわけですから、まあ、そういう監視する役目の場所ということになりますね。まあ、今ちょっと住宅地とかにもなってますけども、こういった町の中ですよねにひっそりとある石垣ということになります。植樹されて周りはこうちょっと公園風になってますけども、まあ、非常にですねここにお城の出入り口があったということを見るとですね、多分こんなところの石垣の写真撮ってるのは私ぐらいだと思いますんで、みんな駅の方から歩いていくとね、まっすぐ歩いてる人も、直進で姫路城を目指して、まあ、今桜の季節ですから、確か今日開花予想では、まあ、トップというか、満開というふうに出てましたんで、桜も見頃になってるかもしれません。まあ、そちらも合わせて撮影できたらいいと思いますね。やっぱりお城と桜、
まあ、これは全国共通かもしれませんけど、まあ、非常に、見応えのある、風景が見られると思いますね。ここもずっとですね、あと何百メートルも先まであるんですが、ちょっと信号がありますんでね、ちょっと赤で引っかからないように渡りたい。ちょっとすいません、移動しながら撮影してるんで、ちょっとブレ等が生じるのをご了承ください。ここにもね、なんか難しいことが書いてありますけど、ここもはっきりこう入り口の門ということがわかりますよね。中はですね、ちょっとその公園とかにもちょっとなったり一部してるんですけど、まあこういうところにですね、小さい表が、なかなか石垣の説明まではね、細かいところは出てないんですけども、まあ中もですね、こういう感じで、小学校とかですね、まあ公共施設とかそういう敷地になってると。これだけ持って、もうこれ全然姫路の、まあ、外って言えば外ですし、外観って言えば外観ですけど、こんな大きなですね、普通のお城だったらこれだけでももう本丸じゃないかって思うような感じですよ。ところが姫路城はもう本当に外の外でこんな状況ですからね。まあ、これもよく残ってますよね。まあ、整備されてるのも分かりますけども、こんな感じですよ、見るともうね、お城ファン、石垣ファンって言ったらどこって感じですけど、多分姫路城行ったんですってこの動画見せたら、どこ撮ってるのって言われますよね。姫路城イコール天守、お城イコール天守ですから、その象徴的な建物はありますからね。まあ、今日たっぷり、その辺も含めて撮影しますので、ゆっくりご覧いただければと思いますね。いや、全部回るね、ちょっとここ外角だけで取りきれないですね。まあ、本当に長いし大きいし、でこの他から見るとね、ただこう土が盛ってあるように見えますけど、まあ、これ完全な土塁ですよ。しかも、まあ、当時の高さを維持しているかちょっと分かりませんけど、まあ、この石垣の部分にですね、立っているとまさに、擁壁、今で言ったらですね、こう防御の体制を取っていると。いや、東西南北ありますけど、やっぱ南側がね、やっぱりその山陽道というか、中心の方から攻めてくる可能性が高いですから、南側の防御っていうのもすごく感じられますよね。南というのは海側ですね、今の姫路市の南っていう意味ですね。北の方っていうと、まあ、石垣もありますけども、まあ、ここまでちょっとどうかなと。やっぱり街道筋からですね、いろんな人が入ってきたり、まあ、もし攻撃を受ける前でも大軍が来るのは南からっていうイメージだとは思うんですよね。北側ももちろん播磨ですから、山陰道から降りてくれば今の万端ですよね。もちろん攻め入ることはできるんですけども、まあ、そちらから、大軍を形成して進撃してくるっていうのは、まあ、戦国時代で言えば毛利氏ぐらいで、他の大名、まあ、もっと言えば関ヶ原とか後世のですね、ものに関してはあまり見受けられないですから。ここもすごいですよね。単純にね、ブラブラ歩いてますけど、こんなですよ。まあね、今日時間があるとは言ってもね、こんな撮影を、するとはちょっと予定はしてなかったんですけどね、やっぱりここの石垣は取っておきたいですよね。なかなか一日ゆっくり姫路城を見るっていうチャンスは少ないんで、まあ、今後も、時間的には取ってはいきたいんですけども、ここなんかもうしっかりですね、狭いもんで、ここに石垣が残ってますけど、もうこれですよ。もう完全にこうマス型状になっててですね、天守があそこ見えますけど、どんだけでかいんだって感じですよね。これは石垣だけ見るというよりも、その姫路城を理解する上でですね、やっぱりこう遺構の一つとしてやっぱり見るべきものだと思いますね。ここは学校の用地ですので中は入れませんが、周りはこれは別に公道ですので入れますね。こんな小学校を卒業したらすごいでしょうね。桜と校庭と、姫路城と、そんな絵になるんでしょうかね。
まあ、先日もね、越後のお城行って散々行ってましたけど、こういった城下町に生まれてみたかったと、ちょっと個人的な感想で申し訳ないですけど、桜もね、校庭に咲く桜は綺麗ですね。おっと、これ寄り道してるだけでも相当ありますね。ちょっとね、中でもね、2回ぐらい切りたいと思いますね。こんなに残ってる遺構があるのに、誰も写真なり動画なりって写してる方少ないんで、まあ、何でしょうね。別に私も石垣マニアではないですけど、やっぱり史跡を巡ってるうちでですね、まあ、こういったものを見逃したくないなっていうのもありますし、まあ、姫路城にね、地元の方はもちろんですけど、しょっちゅう来れる方は別ですけど、あまり来れない方はこういった動画もたまにはいいなということで見ていただければと思いますね。ここは随分荒いですよね。崩れてたものを直したんでしょうね。はい、説明板です。じゃん、これですよ。で、ここはですね、また門が、門と門の間もすごい遠いんですよ。これだけのものがここにもあったと。だから囲んでる門だけでも、普通のお城で、小さいお城で言ったらもう、まあ、天守っていうか大手門ですよね。その1のお城の一番の門だというものになりますけども、熊高門、はあ、なるほど。堀と土橋って、これはね、まあ、絵図が残ってるんで、まあ、想像図でもないでしょうけど、まあ、何しろ今ここですよ。中野門からこの熊高、あと今ずっと見てる土塁ですよね。でこうぐるーっと回ろうかなと思ったんですけど、まあ、角でちょっと一回雰囲気があるんでね、撮影止めようかなと思ってますけど、まあすごいですよね。こんなことしてたら今日中に天守につけるかっていう話ですけど、まあそれはともかくですね。これね、学校の方から見ると反対側なんですけど、まあ、非常にですね、分かりやすい土塁と。多分お城とかね、こう史跡に興味ない方は別にただの公園の、ものだと、今の説明版も読む方は少ないかもしれませんけど、いやー、これね、角まではちょっと頑張りたいですね。ちょっと長くなりますけど、ちょっとね、やっぱ続いてないとね、途切れ途切れだと、やっぱこういったのを特に写真だと分かりづらいですよね。切れちゃってね、もちろん私も写真撮ってますからね、写真も動画も撮りますから。今ね、こっちだけ向いてるっていうのは、まあ、朝の逆光っていうこともありますし、この石垣と土塁の長さっていうんですかね、それをちょっと確認する意味でもこっちから撮ってるんですね。まあ、背中に逆光ってことももちろん一番はありますけどね。まあ、ちなみに真っ白で映んないんで、今日は天気がいいんで撮影は期待しています、ね、春先なんでちょっと、花粉症のためマスクを着用しています。高さでいうと、そうですね、 4,5 メートルない、そんどないか、 3,4 メートルぐらいですかね。まあ、ここの辺の石垣はかなり修復されているようですね。まあ、やっぱりここは大きなね、やっぱ都市化が進んで公園っていうこともありますし、左手は今映しませんけど、まあいわゆる商店街というか住宅街というか大きな町の遺構になってますんでね。いや、土塁の上に桜ですか。まあそういったこともね、いいですね。ここがちょっと曲がっていて、あそこに門が見えてるんですけど、あと2分ぐらいでたどり着けるでしょうか。昭和63年竣工から、もともとね、こういうものだったというものが、全体の城郭図って絵図なんかも残ってるんで再現できるんでしょうけど、まあ石垣の数すごいですよね、これね。全体でどのぐらいなのかちょっと全然把握できませんけど、まあほぼ石の、なんていうんですかね、組み具合っていうのは、いわゆるその野面積みではなくてですね、まあ後世、まあここは江戸初期に最も大きな城郭になりましたから、江戸初期ですね、まあ、池田輝政子が入られた時に、まあ、最大規模という感じで見ていいと思うんですよね。その後の歴代とかについてはですね、また別なところでお話しますんで、合わせてご覧ください。いや、ちょっと姫路城っていうのは、あれ、その歴史文化もすべて
話をするにはですね、どんだけのビデオの数になるか分かりませんけど、はい、やっと着きました。ここもですね、しっかりした、門だったっていうのがもうはっきり分かる感じですよね。なんかこういう、こう結局中に入るためになんていうんですかね、苦労するっていうんですかね、一言で言えば、そうじゃなければ門の意味がないですからね。ここはこう通学路のようになって、ね、自転車で通る人が多いですけど、これですよ。復元されたとは言っても、もうこれ見てるだけでね、嬉しいですと。はい。多分このビデオを友達に送ったら、どこって言われますね、絶対ね。姫路城行ったんじゃないのって、また言われそうですけど、それはともかく。中はですね、敷地内通って、さっきの学校の隅の方に出られるようですね。これも別に学校内、敷地内ではないんで、公道なんで大丈夫ですね。ここに説明があるんで、一旦ここで切りますかね。これ本当に、今日時間取ってきてるんでいいですけど、普通時間ないときは私もここまで見たことはないですけどね。最近、ビデオ化してるんで、昔撮ったのも一部の全体の写真は撮ってないですから、周りの門ですね。で、ここがですね、やっぱりこれはですね、ちょっと隅にありますので、うずみ門ですけども、この門と、門櫓ですね。櫓門、櫓、門についた隅の櫓。その櫓の跡が今映していたところですよね。南向きで中堀で土橋がかけられ、つまり今私が立っているところが、川が一部残ってますけど、そこから水を引いてきた、堀、今ここにいますね、多分ね。ですからこっちの川は残ってるんですけど、こっちは埋め立てられてしまってますんで、そう、要するにこの上に今見ていた大きな櫓が立っていて、ここに門があったと、そういう場所になりますよね。どうせですか、ちょっと角を写しておきますか。いやー、桜が綺麗ですね。ここだけ来ててもですね、もう本当姫路が地元って人は羨ましいですね。お城ファンだったらここへ移住してもいいかもしれませんね。で、これが今言ってた川ですね。千波川。船着き場もあったんでしょうね。今、お城とですね、川、こういう感じで見てますけど、魚がいます。こういう川からここへ堀へ引いてきて、水を引いてきてですね、この上に櫓があったということになりますね。はい。じゃあちょっと長いんで一旦切ります。